さあ帰ってきました。すいませんでした。前回は余裕でございます。4分残し、はい。まあ特に何もしてないですけど、この3倍モードで行っても、タイムの切り方が変わらないっていうことに気がついたので、ほら見てください。なので適宜3倍モードで歩いたりしてました。じゃあ早かったです。はい、めっちゃ早く帰ってきた。オッケー、よくも よくできました。ガーデンに戻ったら単位を上げます。早っとか言った。ちなみにジャンクションイフリートつけてます。はい、イフもしもついてます。一応つけました。はい、よくわからないですが一応ついてます。はい、よし。ちょっとスコールがダメージ食らってるな。ポーションとか使っとこうか。 OK、 よし。カードゲットしたからカードバトルやりたいんだが、あかんけど、もう多分もうカードバトル回作るの確定やわ。現時点でやりたすぎるもん。あいつや、あいつでしょ絶対。何やったっけ名前、カードのほら取られたやつ。まあ今回はまだ一からやり直したんで一匹も取られてないんで持ってますけど、モルボル、モルボルじゃないわ、何あいつ、スターウォーズのあいつみたいな、ジャバザハットみたいな。シェー、ジャバザハットが、いやー効いてる効いてる、気持ちいい。攻撃の仕方きしょ。キスティスに芝から取るときなんかもう SM 来たおっさんみたいになってますね。うわー気持ちいい。きっしょこいつ、ほらこいつ強いわ。いやーノタトル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 、ほら強いね。あ、じゃあ、あ、ドローやってみるか、一回ドローやってみようか。ドロー、はい、いや、ハテナ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 、放つドロー、ライフだ。あいつ、あいつが持っとったライブラーを使ったってこと。バイトバグ、すごいいい感じに見れんねんね。しゃあしゃあ、カード貸せや、カードを貸せ。蜘蛛の糸、魔石のかけら、意外と出えへんねカード。こいつよう出てくるな、バイトバグ。バイトバグの上、バイトリーダーバグと派遣バグも出してこい、ほら。さあ、うん、服装着替えたりできんのか、なんか寮では着替えることができるって感じだから、早くこのダサい服装から着替えたいですね。ゴール。もうほんま中学生やもんねこれ。それはないですわ。顔色悪しレベルアップ。オッケー。よし。悪しが上がったね。帰ってきました。ここでお別れですか先生。はい、お疲れ様。あとは部屋に戻ったら制服に着替えて1階ロビーに集合よ。あ、制服あんねん、やっぱ。よし、一回部屋に戻って制服に着替える。セーブしましょうか、カードしましょうか。カードかな、やっぱ。これで完全なる参加資格を得たということですね。ちなみに先生はいなくなってるけど、ここに一応いるんやな。ジャンクション外しといた方がいいかなと思って、
顔色悪っすよ、外しといた方がいいのかな。スコールに全部のジャンクションをジャンクションした方がいいのかな。あかん、キスティスがジャンクションしてるわ。ジャンクションしている魔法、ジャンクションしている、すべて外します。で、スコールにジャンクションする。ジャンクションしても、ジャンクションにジャンクション重ねて、OK。 よし、カードやろうけ。カードも冴える。よし、やろうけ。負けへんで。よし、レッドマウス。うわぁ、しょっぱいな、なんかこんだけが来た。うわぁ、チートカード来ました。チートカードがあります、イフリートさんです。これを使えというおぼし飯ですね。なるほど、上のもう上への圧力が強烈やから、だから下を守れるカードの方がいいよな。ゲスパー、フォカロルフェイク。あー、向こうもやるよな。あ、もう完璧じゃないこれ。イフを、あー、でも犯してはくれへん感じか。上方向結構守りが強い、向こうも。てててててて、66やもん。いきなりひっくり返す、絶対ひっくり返せへんやつやん。うっとしい、これ。あいつ最初から引き分け狙いなんちゃうん。いや、66うぜえな、めっちゃ。どうしよう。いや、イフリート例えば左下に置いたとして、いいかイフリートをここに置いたら、少なくともこことここにはもう置けないじゃないですか。置いても意味のないことになるから、上の方に置くしかない。でそうなったら下から突き上げれるやつがなんとかおるから、ここに置こう。だるいな。これでいいか。これをここに置こうか。固めていく、固めていく。あ、返された。そうか、うまいな。これも全部ひっくり返されんな。6とか持っとるから、下でも行かれる。むずいやん。これか、これか、これなら大丈夫か。これでも大丈夫ですね。これでいいか。とりあえずこう置いて、もういきなりフレード失った。返せ、おら。いやー、向こう強いんですって、カードが。どうやったらいいのかな。いや、強いって、いや、無理やと思うねんな、どう考えても。全くもうサレンダーですよ。もう手出えへんねんけど、どうしたらいいのこれ。レッドアイズ失ったし、なんかもうちょっとこうレベル弱いやつおらんのかね。やっぱりあれかな、戦闘である程度カードを集めてこないといけないのかもしれないですかね。そういうことかもしれないですね。
めちゃめちゃ弱いやつっていうのがおったらいいんでしょうけど、なんかあんまりいなさそうやろね。会話はチェックされてるの。シード試験頑張ってねーやって。あざっす。セーブしとこうか。OK。OK でーす。え、ちょっと待ってよ。自分の部屋に戻るにはここからかな。学生寮でいいんですよね。どっちなんやろう。こんにちは。カードやりません。カード。カードやらへん。合ってるっぽいな。カードありません、誰か。カード、か、いや、違うわ。こっちが学生寮や。こうや。来た、セーブポイントがあって。自分の部屋は、ここで合ってるんですかね。あ、ここっぽいな。なんかもう中二病みたいなケース置いてあるわ、これ。着替える。制服。あ、もう絶対こっちの方が。いやもうそのシルバーアクセを取れよお前は。もうダッセーな。こっちは誰の部屋なの。勝手に入っていいの。あと休んだ方がいいよね。まあ、ちょっと短乱なんですよね。これ回復したのかな。よし、さあシード試験本番。よし、スコールスコール。お待たせしました。今から試験の班を発表します。あなたと組むのはゼルディン。ゼルディン、あのにぎやかな彼ね。ゼルディンですか。うるさいだけだ。メンバーは変えられないのか。それはダメ。ゼルゼルディン。わー、ゼル、格闘のゼル。何してんねん。おー、運動神経抜群なんですねこれ。タトゥー。お前と一緒か。いいやん、強そうやん、めっちゃ。お前あのサイファーと仲が悪いんだろ。今朝も喧嘩してギタギタにやられたって。あれは喧嘩じゃない、トレーニングだ。そう思っているのはお前だけじゃないのか。サイファーのやつは嫌がらせしてるだけだぜ。お前が相手しなければいいんだ。お前には関係ない。出た、言われた。あのね、なんでサイファーは嫌がらせしてんねの。そのサイファーなんだけど、あなたたちの班長よ。一緒の班やん。班長、あいつが変更はできないわよ。サイファー、サイファーはいる。いた。制服着てこいよ、サイファー。うわ、なんか取り巻き連れとるわ。え？自由にも程があるな。あ、取り巻きの風神と雷神も一緒。風紀委員勢ぞろいってわけだな。風紀委員なん？一番制服ちゃんと着なあかんやつやん。あなたが班長よ、頑張りなさいね。先生、俺は頑張るって言われるのが嫌いなんだよ。その言葉は出来の悪い生徒に言ってやれ。ちょっと腹骨ともみたいな感じなのかな。なるほど。サイファー頑張ってね。出たー、言われたー、ベイベー。なかなか先生もきついじゃねえか。キスティス先生をリストに加えろ。ぶち殺すリストだ。さて、あなたたちは B 班です。担当の指導教官は私。チームワークを大切にして試験を乗り切りましょう。チームワークってのはな、俺に迷惑をかけないってことだ。これは B 班のルールだから忘れるんじゃねえ。いいな。全員揃いましたか。あれ、指導学園長がお目見えですね。おじさん、皆さんお久しぶりです。学園長の指導です。こんな感じなんや。この
この試験には A 班から D 班まで総勢12名が参加しますが、君たちがこれから行く場所は本物の戦場であり、行われているのは当然本物の戦闘なのであります。生と死、勝利と敗北、名誉と屈辱、全てが、隣り合わせの世界なのであります。君たちのですね、ほとんどがですね、まだ知らない世界というわけであります。どうです、おじけついた人はですね、いないと思いますであります。聖シードは9名参加します。ほう、君たちが全滅しても彼らが確実に任務を果たしてくれるし、聖シードも参加すんねや。まあその点だけは心配しなくていいです。だからあくまでも実戦の中を、実戦を試験とするってことなんや。多分我らバラムガーデンが誇る精鋭傭兵部隊シード、彼らを見習い指示に従って試験を乗り切ってください。我こそはシードにふさわしいと存分にアピールするのです。息が良さそうだ。歩き方おかしいな。うわ、なんかかっこいい車ある。あ、駐車場来たんや。かわいいやんこの車。みんなで一緒に乗っていくんかな。ガンさん、わあ、かわいい。どこ行くねん、他の班のやつは。誰が運転してんねん。ほんでナスコール、ガンブレードを見せてくれよ。ガンブレード、あの剣のことか。いいじゃねっかよな、ちょっとでいいから。あい、なんでお前ガンブレード持ってないの、ゼルは。はいはい、お前はケチなやつ、そういうことでいいんだな。なんとか言えよ。な、何を考えてるんだ。別にキスティス絶対スコール寝ろとんな。エロいな、合わせてくるの。どうしてお前、結構でかいんやな、あの車。なんか背が高いっすよね。どうす、うざいんだよ。いや、ほんまにうざいな、チキン野郎。チキンなんや、あんたと。いい加減にしなさい、チキン野郎なんや、ゼルは。いや、もうヤクザやもんね、一人だけ。先生、今朝保健室にいた女子は誰だ。あ、久しぶりみたいなこと言ってた。誰かいたの、気づかなかったけど。何か問題あり。いや別に、最高だ。俺のチームはチキン野郎と色気づいた兄ちゃんか。まあええがな。で、運転、しなあかんの。全身乗り降り、交代、方向機で向きを変える、視点キーパー。道なりでいいのかい。ああ、ここ入った。到着しました。どう見てもね、背丈がね、あんな中広かったように見えないんです、この車。中入った時4次元やね、ほんまに。あの船か。お、船、もう後戻りはできないぜ。ん？お前もビビってるのか？ガーデンスタッフ、おい、お前たちが最後だ。早く船に乗りなさい。俺をがっかりさせないでくれ。うるさいな、もう行こうや、もう。駆け足。試験別に受けんねんから、大層なことはあらへんがな。急いでスコール。いや、ちょっとカードのバトルの方を。カードしませんか？どこへ行くつもりだ？いや、カードを。全然カードやってくれへん。問題の B 班だな。教官が若すぎるのも問題だ。やっぱ若いねや、キスティス。ほとんど年変わらへんよね、多分。うわー、来たー。
何これ、ウミウシ型。一体何をしに行くんですか。やあキスティス、シュウ、これが今回の B 班のメンバー、よろしくね、シュウ教官ですか。よろしくお願いします。スコールです、よろしくお願いします。ムツゴロウです、よろしくお願いします。サイファー何度目、俺は試験が好きなんだ。挨拶せえへん。状況及び任務の説明を始める。はい、よろしくお願いします。着席。本件のクライアントはドール広告議会、シード派遣の要請があったのは18時間前だ。やっぱりそうや、実践イコール試験。ドール広告は72時間ほど前からガ軍の攻撃を受けている。開戦から49時間後、ドール広告は市街区域を放棄。現在は周辺の山間部に対し部隊の再編を急いでいる。以上が現在の状況だ。次に具体的な任務と作戦の説明に入る。報告によると、ガ軍は周辺山間部のドール軍排除作戦を展開中。我々はルプタンビーチから上陸。はい、市街地に残るガ軍を排除しつつ速やかに市街地を解放する。その後我々シードは山間部から戻るであろうガ軍を市街地周辺部にて迎撃のため待機する。なるほど、すごいやん。勝つことがもう大前提ですね。俺たちは何をするんだ。君たちシード構成には市街地に入り込んだガ軍を排除してもらう。責任重大だ。楽しくないな。態度がすごいな。もう要するにシードの連中のおこぼれちょうだいだろ。ああ言うまでもないことだが、撤退の命令は絶対だ。これは忘れるな。間もなく上陸だ。下船直後から戦闘が予想される。準備を怠りなくだな。以上だ。何か質問のあるものはキスティスに聞くように。 OK です。キスティスも戦闘に参加するのかな。ジャンクションしとかんでいいかな。どうしようか。キスティスに話しかける。もう一度説明してくれ。いや、なんでもない。サイファーに話しかける。いいかよ、聞けよ。今回の作戦の目的はドールの町に侵入したガルバディアのガ軍ね。ガルバディア軍のクソ野郎どもを片っ端からぶちのめすことだ。お前たちの班長である俺の命令にだけ従っておけばいいんだ。ゼルに話し、一応話しかけようか。初の実戦か。緊張するぜ。ビビってちびるなよ。実戦お前ら、お前も炎の洞窟行ったんやろうが。ないの。ムカつく野郎だぜ。おしゃべりはその辺でおしまい。まもなく上陸よ。それぞれ準備して。了解了解了解。さてスコール、お前外の様子を見てこい。セーブもしてこいよ。了解。当然だな、班長命令だからな。一応セーブ的なこともしとかないと。外はどこですか。かっこいい反射してんのかこれ。なんか怒るでこれ。やばいことが起こりそうな雰囲気ですね。結構余裕ぶっこいとるけどな、サイファーとか。ああもう戦争起こってるわ。あんなところに行くの。近代兵器がすごいんだけど。うわあ突っ込む、強引ですね。上陸や。あーパカリ。よし、誰かカードやろう。さあ、B 班受け持ち地域は中央広場よ。必ず戦闘前に GF の装備を確認してから行くように。了解。そこやね、やっぱキスティスはティ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 。サイファーはジャンクション何もしてへんじゃん。
もうしてへんやん、自分しといた方がいいで、絶対貸したのかな、しゃあないな、ヒゲ貸したのか、これ if もしもつけとくから多分つけとらへんと思うんですよね、ウェルとかもつけとらへんぞ、これつけてへん、なんでつけてへんねん、マジで持ってこいっていうね、これ持ってくるんじゃないのか、嫌やな、なんか貸すの嫌なんですけど、できてないから自分のやつと自前のやつ持ってきてほしいですよね、怖い班の担当、あーこの子や、敵いないみたいだね、死後は禁止だろ、減点されるから話しかけんなよ、うるせえよお前ら、ぼっちしてくからやろ、こっちは今気が荒いね、 GF をこいつらは持っとらへんことが気になんねん、あー戦闘か、おお、なんかスコール、そうじゃクラウドみたいな、こいつらがドールの援軍だというのか、こい切り方おかしいのか、ドン、何やこの構え、2本出るんすよね、バーンってビャンビャン、オッケー、ヒゲレベルアップ、さあ進軍進軍、進軍進軍進軍、楽しんでるガスコール、あいた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 、どれかがクラウドですよ多分、あ、こいつらもなんかちょっとガンブレードっぽい、シードとかいう特殊部隊か、よくシードるね、うるせえ、さあよわよわよわ、やっぱ強いわ、強いなぁ、学生やけどシード候補生ですよね、現在、お消化魔法プラスで覚えた、強い強いやん、あ、だから出てきた、え、何してんの、 C 班の担当、スコールとサイファーは別格に強いっつってたからな、先生も、この先が中央広場だ、おい、ガルバディアの臆病者、こそこそしないで出てこい、俺を退屈させるな、バカだぜあいつ、ほんまによほんまにやで、あーおったおったおった、出てきた、デートの待ち合わせかお前は、どんな出てき方してんねん、震えてんのか、いややな、でも学生とかにこう殲滅させられる感じ、あっしゅん、いいね、まだ敵がいそうだな、あ、ワンス、じゃあ近くに敵がいないか見てきてもらおうか、はい、ワンス、どうした、ワンス、あ、おるやん、あそこおるやん、敵飛んできた飛んできた、オッケー、ツー、ショー、あれ、こんな音鳴ったっけ、さっきから急にこの音鳴ったけど、敵の気配がなくなった、あ、そういうことか、あ、ワンスワンスワンスが喜んどる、
さて敵さんの到着まで待機だ。オッケー。待機、退屈な言葉だ。風呂ついててもいいのかな。クンクンする。あー逃げた。やばい、始まったみたいだな。歓迎してやるか。めっちゃサイファーのところクン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 、仕事の邪魔だ。うせろ、かわいそう。おいガルバディア兵、何を手こずってるんだ。早く俺のところへ来い。頭おかしいなこいつも。やばいやつ来るぞ絶対これ。イライラしとんな。来ないな。計画は失敗か。てかもう向こうでもう終わったんちゃうの。なんてこった。こりゃさすがに退屈だぜ。いいのかよこれで。試験やもんな一応。まだお預けか。強引に行こうって言い出すんちゃう、サイファー。もう限界だ、耐えられねえ。これは犬の訓練か。突っ込もうとしとるんちゃう。あ？どうした？来た。来た。撤退しとる、撤退しとる。おい敵だ。どこ行くんだあいつら。なんか怪しいね。なんだあの山頂の施設は。とおよ、あそこに行ったんやなって思うね。なんかあるけど確かにあそこに行ったんや。あそこへ行くぞ。そりゃ命令違反だぜ。さっきまで暇だって言ってたんじゃないのか。スコール。班長の判断には従うさ。何が班長の判断だ。お前だって暴れたいんだろうが。あんたとの訓練の成果を試すチャンスだからな。あんたのおかげでどんな卑怯な相手にも負ける気がしない。ふん、その時は俺に感謝するんだな。なんだよ、仲がいいんじゃねえか。同類だぜあんたたち。あのな、これただの戦闘じゃないんだぞ。大事な試験なんだ。勝手な行動はマイナスでかいぜ。お前ここに残れ。やる気のない奴はいらない。なんだと。クール、わいわい。本気するなよゼル。それよりサイファー、行くなら急ごう。敵目標は山頂の施設と判明。我々 B 班は山頂を確保すべく移動する。直ちに出発だ。了解。うわ、面白そう。任務から外れていく。さあ、どうなる？絶対強いやつおるやん。絶対強いやつおるやん。このやつ、怪しく月が光る。そして、何？ガルバディア兵じゃない敵ですよね、多分。いや、ガルバディア兵です。大丈夫。まだ大丈夫。化け物おったら怖いからな。OK です。ヒゲレベルアップ。お？負傷してる。ドール航空の兵士、全く何だってんだ。今さら電波塔に何のようだ。カードやります？カードやりませんね。こいつやったら勝てそうな気がしたんやけど、まあまあいいか。足プルプル。私子供の頃あの電波塔施設で遊びました。その頃にはもうあそこは閉鎖されていて、うー油断してました。電波塔に何があんねん。ん？ビリッツだぞ。どうした？うわ、あんたたちは。俺たちはガーデンから派遣されてきたシード候補生だ。おい山頂の様子は。ガルバディア軍の兵士たちが電波塔に入り込んでいる。それからそもそもあそこはモンスターの巣窟なんだ。あんたたちも行くなら気をつけ。
うわ、何？あれ、引っ張り込まれた。なんかおる。うわ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 、悪いのおる、悪いのおる。おい、お前らよく聞けよ。経験値は敵をぶっ倒した人間が一番多くもらえる。だから最後の一撃は俺に回せ。いいな。そうなんや。うるせえよてめえ。関係ないね。倒れそうで倒れへん。ふにゃふにゃやけど、なんか倒れへんな。巻きつく。ほら、サイファーそんなこと言ってるから巻きつかれて、ほら。全然倒せへん。ドン。ダークミスト。ぐにゃり。弱い。いやー、倒せへん。強いな。といって召喚呼ぶほどでもないねんな。時間使うんでね、結構ね。ナイスクリティカル。マキツ。サイファー、ちょっと中ボスやねこれ、ほんまに。強くない？あー倒した。サイファー、サイファーにいいところ持ってった、持ってかした。なるほど、毒の牙。モンスターもいるのか。こりゃ面倒だぜ。お楽しみが増えただけだ。さあ行くぞ。お楽しみだ。前向きやね。いてててて、よかった死んでない。早くそこ逃げた方がいいです。巣穴的なものがあるかもしれんから。これモンスターですね、多分。うわぁ、2匹。さっきの強さが2匹、マジか。これはきついね。召喚一発いっときますか。お、戦うが。始末剣、ザコチラシ。ザコチラシ。ザコチラシ。北島三郎。直伝の、うおー、キャイー、やる。全く散らへん、全くや、何にも散らへん。あ、またザコチラシできるわ。やればよかった。ザコチラシ無限かな。地獄の火炎いっちゃおう。これはそうでもね。いや、まあまあ HP 多かったっすもんね、かなり。サンダーストーン長いな。あぶろ。この早送りできるの。あ、電気効く効く、電気効いてる。ザコチラシ、あらザコチラシ。まずなんか魔法一回当ててからためて霊妙剣。うー、散らへん。悲しいほどに散らへんだよね。一回サイファーザコチラシお願いしたい。何回でもお願いしたいですね、チラシを。あ、もうできへん。
こちら人頼む。出る。え、強マジで。よし、一撃やっとく。じゃあこちらし。ポーション、ポーション。ジェルなんか今できそうですかね。始末剣ザコチラシ。始末剣のザコチラシ以外もあるんかな。ナイス。いや、やっぱまあ調子乗っとるだけのことあるな。めちゃくちゃ頼りになるやん。いや強いっすよ普通に。知らせてくれるもん、やっぱ。しっかりよくしとこうか。オッケー、行こう。いや、めっちゃ強い、あいつほんまに強いから。なにこれ、気持ち悪い。あんまり強くはなさそう。カニ、なんやろ、気持ち悪いっすね、めっちゃ。なさそうやで。ほら、ナイス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 。いや、だいぶ雑魚に差あるな。さっきのやつはめちゃくちゃ強いしね。癒しの水。お？固めとんな。発電装置動作確認完了。ブースター異常なし。何やってるんだあいつら。ケーブル断線箇所確認、交換作業入ります。了解。修理か。何かに使おうとしてるんですね。まあ俺たちには関係ねえか。いや、お前本物の戦場初めてだろ。怖いか。わからない。でも考えると怖くなりそうだ。俺は戦闘が大好きだ。怖いことなんて何もない。戦闘が終わっても生きてるってことは確実に夢の実現に近づいてるってことだ。夢がんねや、サイファー。お前だってあるだろ。悪いな、そういう話ならパスだ。クール。クラウド系やな、スコールも。なんだよ、俺にも聞かせろよ。その他大勢は引っ込んでろ。許せねえ。サイファーはやたらちょっとスコールには一目置いてんねんね。どうしたゼル、ハエでも飛んでたのか。死にかけてたぞさっき。くなんで、なんで抵抗せえへんねろ。そこそこやれると思うけどな。見つけた。あ、出た、この子や。うわ、スカート短、足細っ、足細っ。何してんねん。外跳ね。ドジっ子なんかな。君たち B 班？あれ、君って確か案内してくれた人だよね。ありがとう、おかげで少し迷わなくなったよ。名前言ってなかったよね。私、伝令 A 班のセルフィー。班長はサイファーだよね。どこ？もう行ってる行ってる行ってる。ラオウみたいな感じで行ってるわ。いつか聞かせてやるさ、俺のローマンティックな夢をな。ちょっとええやつやんけ、こいつ、サイファー。おもろいやん、おもろいやつやん。伝令って辛いね。行くんや。班長、待てー待てー。何してんの、行こうよ。行くけど。こっちから回るスタイル、取るわ。何この無駄な、回らされ。です。遅かったね。ビョーンと飛び降りればすぐなのに、すぐなのにって。普通こんなところ飛び降りねえよなあスコール。そうだな、普通は飛び降りないな。そっかな、まあいっか。じゃあ一緒に行こっか。 GF の装備はちゃんとした？もちろん大丈夫だよね。え、どういうこと？お前やろ、お前がしてないだけやろ。ほら、うわ、外れ、あいつ外れてるやん。
この言われ方ごっつ腹立つんですよね。自分がしてないことをね、セルフィー結構可愛いけど、ちょっと顔だけで言ったら男顔ですね。すごいイケメンの顔ですね。これ髪型でだいぶ、梅干し食べてる？ちょっとなんか酸っぱそうですね。スコールは、ゼルは、ゼルはこれか。よし、すぐできてる。ああ、まあ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 。セルフィーすごいもん持ってる。何これ、何あれ、ヌンチャク、どえらいもん持ってる。武闘派やな結構。あ、制服がエロいっすね。ちょっとね、いいっすね。ちょっといいなって感じはする、眺める分には。あー、電波塔大きいね。大きさガルバディア兵、 うわー、なになになに、あー、この臆病者どもめ、あ、え、それで終わり、班長が行っちゃうよ。さ、逃していいの、今のガルバディア兵は。臆病者どもめって、上に行ったのか。 B 班班長、ドローできるところあるな。セーブもブラインを見つけた。ドロー、よし、じゃあちょっと一回セーブしますか。これボスっぽいのおるな多分ね。よし、じゃあ次回はこの電波と攻めたいと思います。